高谷城。高谷城は、大阪府羽曳野市古市にかつてあった、日本の城。三関連の畠山市の本拠地である。本丸は、宮内庁によって、安官天皇陵に自乗されている古墳、高谷月山古墳があり、立ち入りが禁止されている。二の丸、三の丸は、住宅地となっている。大江年間に、畠山元国が官僚になり、 安官天皇陵を流用して気づかせた者。守護大の由サ氏が上代を務めていた。応仁の乱以後は守護職の畠山氏の居城となるが、畠山氏、安美氏、三好氏の三勢力の争奪戦が繰り広げられ、城主が頻繁に入れ替わった。天正三年、1575年に、織田信長の猛攻を受け落城。その後廃城となる。 城の規模は南北に800メートル、東西に450メートルあり、ドルイート堀で仕切られている。昭和30年、1955年頃より、この地域は新興住宅地となり、一方で宅地化や道路の不設に伴う発掘調査が頻繁に実施されており、小規模なものを含めると100カ所を超えて、地上面の移行は少ないものの高屋城の前後が明確になりつつある。 この城の文献上の所見は、大英年間1394年から1428年に、畠山も特にが築いたとされていることから、一部では南北朝時代の城として紹介されている。しかしこの時期の文献には、高谷城との記載は見受けられず、古市城や本田城との名称の混乱があり、羽引きの市教育委員会では、出土遺物の検討から、 応仁の乱語文明11年、1479年、頃の築城が推定できるとしている。この場合、追記主あるは、畠山義成とされる。高谷城の城主は、河内の守護を兼ねていた人物が多く、10名前後、30回以上を入れ替わっており、平安の時は少なく交代が頻繁に起こる。特に、畠山義秀、畠山久信。 畠山種長の畠山氏の家督騒動の50年間は、それぞれで4、5回上主が交代しており、交代後、畠山義秀は、本田城、片野城へ、畠山久信、種長府市は、広木、和歌山県広川町、大和に対比していた。永6万年、1558年に、安見宗房が戦王を、極めて死後の畠山構成を追放したが、 後世に援軍を頼まれた三好長兄が、A62 年、1559年に高谷城を落城させて、宗房を追放し、後世を高谷城に復帰させた。その上長兄は、三好方の湯川直光を河内に送り込んできた。しかし、長兄に救援してもらったにもかかわらず、畠山後世は湯川直光を遠ざけて、安見宗房を復権させた。 これに憤慨した長兄は、翌永禄三年、1560年に再び、高谷城を落城させ、後世、宗房を追放し、河内の支配を手中にすると、弟の三好十九を、高谷城に据えた。しかし、またしても、翌永禄四年、1561年に後世が、高谷城を奪回、翌五年、1562年に後世が、京の戦いで敗れると、 長兄の老いの三好義継が上司となった。三好三人衆と仲違いした義継は、高谷城を離れ、A60 年、1567年に義継と松永久秀が、東大時代仏弦の戦いで、三好三人衆に勝利、翌 a 十1年、1568年に月を、月三好安永が入城したが、同年9月28日に、芥川山次郎が、 織田信長によって落城すると、安長は、阿波に落ち延びていった。畠山高生は、永六八年、1565年に、足利義輝が、永六の変で殺されたのを機に、家督を、弟の畠山明高に譲って、自らは、足利義明の将軍擁立に奔走していたことも、あり、当然、義明、信長派であった。こうして、河内藩国主語は、義昭 信長に認められ、秋高は高谷城に復帰した。しかし、吉明と信長が仲違いする元気四年、1573年、秋高は信長派に転じると、吉明派の重心湯座心境によって攻められ自害した。心境は、同じく反信長派の三吉や砂がお城に引き入れて、牢城を行うも、天正三年、1575年4月、織田軍の攻撃を受け、 ついに開場した。安永は、信長の家臣となったが、湯座神教は、大阪本願寺と共に、以後も、信長と戦った。以後、城としては利用されなかったようで、この時に廃城になったと思われる。高谷城は、河内国守護の象徴のような城となり、激しい攻城戦が繰り返され、その戦いの多さは、泉、摂津、そして河内の中で最も,も多い。 高谷城は、石川の東側にある標高約47メートルの、下手段級にある独立した、旧和屋に築かれた平山城になる。大城川は現在本丸付近で投流しているが、江戸時代に流路を変更したため、元来は北流していた。北側は、溶岩の地形になっている。高谷城は大きく分けて三つの車から成り立ち、一つの車の面積では、日本最大級となる。 大英2年、1522年の大火の様子を、さ、大晦日八時より、高谷城終わり主観、しかも180軒自家云々、川内守る在所者福云々と記載されている。これによると大晦日に焼けた部分だけでも180軒も、武家屋敷があり、高谷城の規模は相当なものだったと推察されている。規模は7ヘクタールあり、高谷月山古墳を利用して作られている。 機内でもいくつかの古墳を取り入れた城郭は見受けられるが、その多くが、墳球部分のみを使用しているのに対して、高谷城では古墳を取り巻く、周辺部分も取り入れている点が特徴である。本丸は、古墳の集合が防御施設として重要視され、古墳跡を中心に築城されているが、敵の攻撃に対する最後の取りで、籠城する目的が強いと考えられている。したがって、 古墳部分は純粋な防御施設で生活を伴う場所ではなかったと思われている。足利奇跡によれば、畑山種永は本庄に葉をそれれて居住せず、二の丸に居住している。古墳に対する異形の念がありながらも、城として利用していることは興味深いと指摘されている。規模は7ヘクタールあり、二の丸中央部の海抜は約39メートルあり。 何回かの発掘調査により、二の丸には上層階級の人々が、三の丸には下級武士が生活していたことが分かった。それ以外では、二の丸には整然と地割りされた武家屋敷群が建っていたことや、その武家屋敷は戦列建物、戦は土辺に戦、即席建物遺構が確認でき、その中には茶室、庭園など文化性の高い遺構も検出されている。 また、中国から輸入された陶磁器や貨幣、日本製の高級陶器など、守護の城を伺わせる遺物も出土している。この二の丸南東部には、安官天皇皇后の春日山田王女陵もあるが、この場所を城郭として使用されていた伝承は、確認されていない。三の丸の規模は10ヘクタールあり、掘ったて柱建物の遺構が、数多く検出されているので、 下級武士が生活していたと推察されている。またこの北東部分に、東西約15メートル、南北約30メートル、高さ8メートルのドル屋戸の上に、馬出し状の矢倉があったと推定されている。1980年の発掘調査では、矢倉が推定される土塁から小規模の建物跡、陶磁器、古戦が出土している。石川に面した部分にあり、物見、攻撃矢倉。 武器庫、庫工などの防御施設が置かれていたと推定されている。また、高谷城の土塁は、歴と粘土を交互に積み重ねて、強固に築き上げられており、その外側には水堀を巡らし、数々の工場線から、堅固な縄張りへ、改修が積み重なっていったと考えられている。交通の要所である東高野街道城内を、 南北に通るように築城されたと思われるが、これにより城としての防御能力は幾ばくかの低下があったと考えられている。ただ三の丸には別説もある。管轄自治体の羽びきの主発行の畑山焼には、三の丸の地域を旧死旧屋敷と書かれていることや、城の規模が当時と比較しても、あまりに不自然であることとおら高屋城ではないとする、向きもある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。